くなってごめんね。ちょっと待ってね。今夜、今夜じゃないよ、この後、このあんごめんね、この後10時から地蔵恋、ちょっと待ってね、アップ恥ずかしい、ちょっと待って、地蔵恋最終回一緒に見よう。ごめんね、ちょっとねギリギリになってしまいました、っていうか遅れました。これをあれにします、固定。はい、お待たせいたしました。ちょっといろいろ会社でいろいろとやっておりまして、ちょっと遅れてしまいました。顔半分見切れてますよね、さっき今打ってたからね。はい、というわけで毎週恒例のインスタライブ、なんとドラマが最終回ということで、お水ありがとうございます、よしのちゃん、ありがとう。お水を、お茶ですか、お茶を作ってくれました、サニーミュージックはい、毎週恒例の、インスタライブ、ドラマも最終回ということで、一応、ドラマ前にやる毎週恒例インスタライブは最終回となります。結果的には5回くらいできたのかな、半分くらいしかできてないかもしれないですが、毎週恒例でやらせてもらってたやつが最終回となります。はい、ので今日はじっくり、インスタライブしていこうかなと思います。で、まあでもこれまで通り、いろいろこう何でしたっけ、この質問のところに質問だったり、あとはあのリラ姉の恋愛相談室っていうのも、大好評でやらせていただいておりますので、そちらに恋愛相談とかも送ってくれたら、ちょっとそれも今日は多めに読めたらいいなと思ってます。でも私喋るの、早いし長いしで、ちょっともしかしたら数件になってしまうかもしれないですけど、はい、って思ってますので、どしどし、コメントだったり、質問のとこに、送ってください。はい、お茶を飲みます。急ぎすぎると良くないからね。私もともとよく早口って言われるんですけど、喋ると、でもそれは遺伝なのってこの間ボイトレの先生に言われて、でも私の両親見てそんなことないなと思って、どこで私はこの早口を習得してしまったんだろうと思って、またね早口になってるし、だからできるだけ焦らずゆっくり喋っていこうと思いますので、ね、なんか焦ってると余裕ないみたいに見れるじゃん、見られるじゃんね、だからちゃんと22になる年なんで余裕ある感じでいこうと思いますこういうのね、ちょっとネットに上げられちゃったりするとちょっと恥ずかしいのが一生残るから、やめていただきたい。自分もそういうことしちゃうのやめていただきたいって思ってます今日は最初からギターを持っています。ちょっと今日はね、レンズをフルで歌えたらいいなっていう願望です。これは歌いたいじゃなくて歌えたらいいなっていう、ちょっとさっき一瞬だけ練習したんだけど、一回だけフルではちょっとちゃんと弾いたことなかったからさ、ちょっと弾けたらいいなってどっかで思ってます。どこ出身ですか？東京です、東京出身です。喋り方なまって聞こえたかな、早口すぎて違う国の言語に聞こえたかな。というわけで、じゃあちょっとね、今日画面若干遠いから、あとですね、私全然今日何もちょっとだけ食べたんだけど、あんまり食べてなくて、ちょっとなんかお菓子なんかもちょっと用意していただいちゃったりしたんで、ちょっと途中で食べるかもしれないんで、その時はみんなで食べよう。うん、これはゆるくみんなで過ごす時間だから、そうやって自分の食べる時間を許してもらおうとする。たまに関西弁なのはご両親の影響ですか？そうですね、父が関西出身、大阪出身なので、私は東京と大阪のハーフと言っております、普段から自分のことを。
多分よく小さい頃親戚のお家とか行ってた時は結構あの関西弁よく映ってました。みんな全員関西弁だから。うん、あ 1.2 万人ありがとうございます。来週からもしかしてインスタライブしなくなる？って言いますけれども、まあ毎週はできないかもしれないですが、じゃできればせっかく習慣づいてるから、できれば軽い気持ちで短めの尺を、まあ、1ヶ月に2回とか目標2回ぐらいできたらいいなって、せっかくみんなすごい楽しみに毎週してくれてたんで、できたらいいなと思ってます。うん、しあれだよね、7月8日が、金曜ロードショーで竜そばが、竜とそばかすの姫が、私ひろちゃん役で出て、あの声やらせてもらってるんですけど、それ金曜ロードショーでやるから、その前にちょっとできたらいいなって思いつつ、ちょっとその日のスケジュール、仕事のスケジュールをちょっとまだ見てないので、何もなければやりたいなと思います。で、なんて言ったってちょっと今ここの固定のコメントにも書いてるんですけど、このあと10時約40分後に、持続可能な恋ですか、火曜ドラマの、主題歌、私がレンズという曲で担当させてもらってるんですけど、その最終回なのでみんな絶対見ましょう。今ここを見てくれている 1.2 万人、ここにいてくれている 1.2 万人の皆さんは絶対に見ましょうということで、私も、ここから見たいと思ってます。なんならね、なんか見ながらリアルタイム配信なんていうのも今思いついたけど、でもそうするとちょっと視聴率減っちゃうかな、ね、ちょっと今吉野ちゃんに聞きながら言ってるけどそれで視聴率減っちゃったらだからね、やめとこうか。それはみんな一回インスタライブを閉じて、インスタを閉じてみんなで見ようじゃ、ドラマね。またリアルタイムであのツイートするので、それで一緒に感じましょう。ということで、前置きが長すぎるとどんどん時間がなくなっていきますので、読んでいきますね。レンズ頑張ってくださいって、それは何に、あ、この後主題歌のことかな。うん、もう撮ったものだけどすでにあ、これいいですね。レンズ MV 撮影の裏話聞かせてください。まずですね、このレンズという私のこの曲が、ミュージックビデオが6月14日にYouTube に MV が出まして、でそれが50万回再生を突破しました。ありがとうございます。はい、で今未だにどうなんだろう、ランキング入ってるのかな、あの YouTube 上のあのランキングに入っていたりとかして、本当にありがとうございます。そしてあの配信も6月14日同じ日に始めて、いろいろとランクインしております。本当にみんなありがとう、みんないっぱい聞いてくれてありがとう。 Apple Music とかもどんどん順位上げて、今昨日かな22位とかまで上がってました。本当にありがとう。もうどん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 友達に紹介したりとか、家族に紹介したりとかしてください。うん、で、撮影の裏話はですね、なんだろう、あ、とにかくあの、まあ、今日ちょっと先ほどラジオ生出演させてもらってて、これも言ったんだけど、あの衣装のあのドレスがめちゃめちゃ重くて、あれ実は10キロだよね。10キロだっけ、10キロぐらいあって、あれ私撮影終わるまで10キロっていう数字を知らなかったんだけども、それを1日ずっと撮影の間着てたから、もう次の日体がガッチゴチでした。実はあれ10キロぐらいあるんですっていう、あれを着ながら踊ったり、階段を駆け上がったりとかしておりました。あと裏話なんだろうな、なんかあるかしら、いっぱいあると思う。でもそれこそ車のボンネットの上で踊らせてもらうのとかは、もう当日しか車用意して、撮影そのシーンを撮る前しか練習できなかったので、事前にスタジオ入って、普通のこういう机とかを並べて、ボンネットに見立てて練習とかしてたんで、本番どうなるか正直分からなくてドキドキしてたんですけど、なんとか踊れました。
結構踊りもその決まっている振り付け的な部分でこういうことしたらどうですかってこう監督が踊りもやってくださってるんですけど、決めてくださってる部分と自由にやってくださいっていう部分が結構半々ぐらいあって、なんでもうその場で毎回テイクやってること違ったりとかで、その中から抜粋してミュージックビデオにはこうギュッとしてもらってるので、割とある意味ファーストテイクな振りというか仕草とかが多かったりします。うん、そんな感じですかね。裏話はギター持ってるのに全然弾かないねはい、じゃあ次の質問に行きますね。わらび餅にハマった経緯？わらび餅にハマった経緯はね、最近コンビニでわらび餅買ったの。なんとなくボイトレの後に、あ、なんか今日ちょっと頑張ったからご褒美欲しいなみたいな思って、最近はねフェスの練習してるんだけど、夏フェスのだからフェスの練習で1回のレッスンで全曲やったりするの、 YOASOBI の曲を。だからもう1回ライブやった分ぐらいまで疲れ果てるから、今日は甘いもの食べよう、許そうと思ってコンビニで何食べようと思って、1個しか選べないって自分で決めてるから、あ、シュークリームも好きだしエクレアも好きだし、あーじゃーと思って、あ、和菓子いいかもって思って、でわらび餅見た瞬間にこれだと思って久しぶりに食べたらめっちゃ美味しくて、でそれから結構1週間に2回ぐらい食べてる。うん、でちょっとねツイッターのプロフィールにも書いちゃったりしました。結構みんな気づいてくれて嬉しい。これあれだね、もしかしたら私これいいねついた順、いいねが多い順に表示されちゃうからいつも同じ人読んじゃってるかもって今思ったね。多分そうよね。だからいつも送ってくれてありがとうなんですが、ちょっとできるだけいろんな人のコメント拾えるようにいっぱいスクロールします。どうしようかな。あ、リラ姉への恋愛相談もいっぱい来てます。うんうん、ちょっと待ってね。までね、ここの一応ちゃんと一回読んでからね。うんうん、うわどうしよう、何を拾おうは声出ないなって日ありますか？あるよたまに。うん、歌いすぎた次の日とかさすがに。ちょっと待ってね、ちょっと待って難しい、これ質問選ぶのどうしよう、ね、もうちょっと、これにしようか。ちょっとこれ議題として面白いかもしれない。こんばんは。8年間親友の子がいます。その親友と恋バナをしていたら、なんと私の好きな人とかぶったと。はい。その時はあ、うんとしか言えなくて、今となってはとても悔しいと。で、かぶっただけならいいものの、もう告白してしまったらしいです。あら。でも、あやふやな感覚で親友の恋が実ってほしいし、好きな人を取られたくない。うん。強欲ですが、親友傷つけず、私と好きな人が結ばれる方法はあるのでしょうか。いらんね、教えてくださいませ。とのことなんですが、待って、整理しますね。まず、親友のこと好きな人がかぶってしまったと。で、
かぶってただけならいいものの、友達は告白してしまったと。その結果は分かんないんだね、まだね。でもあやふやな感覚で親友の恋が実ってほしいとも思うし、好きな人を捉えたくないっていう気持ちもある。そういう場合はどうしたらいいか。なるほど。待ってね。うわー、それ難しい。親友と好きな人かぶったことないからちょっと分からないけど、どうなんだろうね。私だったら、諦めちゃうか、諦められなかったら、まあ、諦めようと思ったら諦めるものじゃないじゃん、諦められる。だから自分は気持ちを持ち続けて、卒業してとかその先もうまだ思いがあったら、どっかのタイミングで自分は告白するとかかな。さすがに友達と被ってるのに自分からはいけないかも。でもそれ自分の気持ちは言ってないんだもんね。悔しいね。でもなんかだからといって友達と付き合ったら苦しすぎる。しかもそれが親友ってなったら苦しすぎるね。いやー、でもさ、それ自分の気持ちをまだ言ってない状態なんだとしたら、もうその応援するしかなくなっちゃうよね、結構。多分言ってしまって自分の気持ちを親友に言ってしまっても、親友がそのままでいてくれるかどうかは本当2人の関係性によるから、なんとも言えないですけど、私だったらちょっとデンジャラスすぎて言えないかもしれない。でも好きな人を取られたくないよね。でもわからない。今好きな人に対してこういう他人が言っていいことかどうか分かんないけど、いつまでもその人のことを好きかどうかは、大人になってもね、ずっとその人だけを好きかどうか分からないじゃない。違う人とまた出会って恋をするかもしれないしって思ったら、親友ってすごく人生においてずっと長い間自分を支えてくれる存在で居続けてくれたりするじゃない。だからもしかしたら親友との友情を選ぶ方がいいのかもしれない。でもわからない。ごめん、うまく答えられない。結局難しいね。辛いね。でもなんかいつか報われることを祈っております。でも思い続けていれば、卒業した後も思い続けてて、どこかで、まあ、同窓会なり何かで再会して結ばれるっていう未来もなくはないから、それはそこでさ、自分がずっと思い続けてた気持ちを伝えることは親友に悪いことではないと私は思いますので、そういう未来もあるかもしれないって思いながら、思うこともちょっとしてみてはいかがでしょうか。はい、次です。今何？9時半。じゃあどうしようかな。あ、これにします。高3女子です。私には他校で好きな人がいます。この前デートに行きましたが、居心地がすごく良くて付き合いたいと思ってます。私は大学に進学する予定ですが、彼は公務員試験を受けて卒業後公務員として働くそうです。やっぱりそうなると会える機会が減ってしまうので寂しいです。だから卒業前に気持ちを伝えた方がいいと思いますか。はい、ですね、私は学生時代に他校でこうの人と好きになったことがないので、ちょっとそのなんていうの、会える頻度とかそれちょっとわからないけれども、でもデートに他校で、他校同士でデートに行くってことは、向こうもそれなりにお気持ちがあるのではないでしょうかと私は推測するので、ってなったら告白、まあどれくらいその、まあ、1回デートしたっていう
ぐらいならちょっとまだわからないかもしれないけれども、まだ卒業までに時間はあるし、あのもう少し回を重ねて、そしたら卒業前に告白していいと思います。だって他校でもデートに行くってことは気持ちあると私は思いますけど、うん、どうなんですか、他校の人とデート行ったことありますか？吉野ちゃんはないと、ないと言っております。でもすごいね、私だって学生時代はさ、学校の頃のお友達しかさ、なんか何、視野がないっていうか、なんていうの、もう世界がそれだけみたいな感じだからさ、なんかそういう、でもそっか、今はネットでこう、ネットっていうかさ、何、インスタグラムで友達の友達とかさ、そういうこともありえるわけだから、私の中学校なんてまだスマホ持ち立てとかだからさ、そういうのあんまなかったから、学校しかなんか世界を知らなかったから、うん、そういうことがあるんだね、今の人たちは、今の中高生は。でもなんか出会いが増えて素敵だね、うん、運命の出会いが増えそう、うん、頑張ってください。私は伝えていいと思います。その方がそのなんだろう、離れ離れ、なんて言うんだろう、そういう環境に公務員とか それぞれのなんか進路になってから何かこう関係を構築していくよりも、その前から付き合えて決めていった方がなんか心の準備ができる気がする、お互いって思います。はい、これがリラ姉からの回答です。じゃあお次いきますね。今日はね、できるだけ読みたいと思っているんだ。今さ、待って、あれ、どこ行っちゃった。あ、今質問が2つ並んでて、山本さんが撮ってくれたカオソちゃんは今どこに飾ってますかっていうコメントと、誰々と付き合うにはどうすればいいですかっていう質問が並んでて、山本さんと付き合うにはどうすればいいですかね。一瞬見えてびっくりしちゃった。山本さんガチ勢のファンの人がいるんだと思って、ちょっと今思わず拾ってしまいそうになりましたけど、違いました、すいません。お家に、どちらも読むとすると、山本さんの撮ってくれたかまどちゃんは、お家のピアノの上にいます。はい、はい、もう一個の方の質問は読みません。はい、あ、そうだ、これお話ししなきゃいけないと思ってた、実はですね、皆さんちょっとなんでって思ってた部分があるのかもしれないなと思って、ちゃんと自分の口からお話すべきだなと思ったんで、今ちょっと生田リラオフィシャル YouTube チャンネルがレンズの MV 以外、今まで投稿したものは一回非公開にさせてもらってて、それなんでかっていうと、これはちょっと私の個人的なこともあって、やっぱり今までね、こう中高時代から活動してて、もういろんなものが、もう、まあ、もちろんプラソニカの活動とかもあったから、いろんなものが YouTube には残っていて、まあなんかさ、考え方は本当に人それぞれだと思うんだけど、私はやっぱりシンガーソングライターとしての新たな一歩を踏み出した気持ちで、まあ、これまでの活動が続いているんだけれども、新たな一歩を踏み出したつもりでいて、ね、なのでそのもちろん今まで自分が作ってきた曲も大好きだし、皆さんにも愛してもらって、すごくなんだろう、みんなにとっても心に残ってくれているだろうなっていうふうには思っているんだけれども、やっぱりちょっとね、言葉を隠さずに言うと、チンチクリンな中高時代の生田リラがずっとオフィシャルな場所にずっと残り続けているのが、私的にはちょっと、私もうちょっと成長してるのになっていう気持ちになってしまって、でもなんかこう今までずっとそういう時期から応援してくれてた人からするとすごく寂しい気持ちにさせてしまっているところもあると思うから、本当にそれは申し訳ないなと思いつつ、私の新たな一歩も、応援してもらえたらなというふうに思っております。なのでこうなんだろう、
上の人から言われてとかそういうことでは全くないので、あの私がこう相談してもらった時にできればちょっとこれからどんどん新しいものを出していって、あのその自分の作品がどんどんあの YouTube チャンネルに増えていけばいいなって、それをみんなが楽しんでくれたらいいなって思ってますっていう風にお伝えさせてもらったので、そんな経緯でございます。大丈夫ですかね。はい、あのなのでちょっとすごく寂しい思いをさせてしまっていたらごめんなさいというところでございます。なので逆にもうそんな寂しい思いが吹っ飛んでいくような、どんどんこれからも作品出していくので、実はまだ出ていないものがあったりなんかしちゃったりするので、そういうものも出ていくと思うので、楽しみに待っていてください。いで、ということでその話はこれぐらいで正直に聞けて嬉しいです。よかった、ありがとう。いやだってさ、みんなさ、ちょっとみんなさ、じゃあ今自分が21歳2歳大学4年生とか社会人で、まあ結構頑張ってか、何可愛くなりたいと思って綺麗になったり、あとはいい曲書こうと思ってどんどんいい曲ブラッシュアップしていく、まあ曲を書いてると、人はあんまりないかもしれないけど、何か自分が作品を作ったり仕事の成果を上げたりしていった時にさ、そのやっぱりあのもう中高時代のちょっとなんていうの、まだ未熟な自分があのをずっと超公式に出し続けてる、じゃあ自分の小さい頃の写真を超みんなに見せてますみたいな状態ってちょっとさ、キュッて気持ちがなることあるでしょ。だから分かってくれると嬉しいなって思います。うん、はい、じゃあこの辺、この話はこの辺にしときましょう。というわけで次いきますね。いいかな。リラ姉さんが自分の曲で一番の推し曲は何ですか。でもなんか昔は一番最近作った曲が一番好きですって言ってたんだけど、でも最近はやっぱりシングルで出してる曲、特に去年から今年にかけて出してる曲は割と全部推し曲かもしれない毎回でも更新していこうっていうつもりで曲を書いてます。振られてしまいました。多くは語らないですが、リラ姉に慰めてほしいです。本人には言えないけどこのまま好きで言おうと思います。そうね、いやでも振られてしまいましたということは告白をしたということですね。絶対に告白をする前と後では、絶対に自分の中でも何かがいい方向に変わる部分も絶対にあるし、その告白してされたそのお相手の人もそういう気持ちを持っていたっていうことは、絶対持ってくれていたってことは絶対嬉しいはずだし、なんて言うんだろう、告白をしたことに私は意味があると思います。なので絶対これからの人生の肥やしになると思います。だから大丈夫、いつか傷が癒える時にこのその声を思い出して、あの時踏み出してよかったなって思えたらいいなと思います。ぜひスパークルを聞いてください、まあ 聞いてくれてる人だとは思いますけれども、そんな感じです。次いきますね。ギターは飾りですか。そろそろ歌っちゃうどんなコメントやねん。ギターは飾りですか飾りなわけないやろ。でも最近ね、あんまり弾けてなかったから、最近はあのピアノで曲作ってるんです。なんかその方が手癖とかあんまりないかなと思って、なのでギターはあんまり弾いてなかったっていうのは事実ではあります。すごい、楽譜にめっちゃお茶こぼしたティッシュがあったりしますか。ごめんなさい。見て、見える、お茶をこぼしたここに。あ、こういうことをすぐやるんです、私はおちょこちょいなのでみんな私のオリジナルの曲書いてくれてるな、コメントに。ごめんなさい、ありがとうございます。というわけで今回、まあ、最終回なわけですよ。この後20分後に持続行為が
やーちょっと今もうみんなどんな決断をするのとかさ、みんなの思いはどこに結ばれていくの、つながっていくのっていう時じゃないですか、最終回なんで。ちょっとめちゃめちゃ楽しみというか気になるというかドキドキなんですけど、まあそんな中でね、レンズという曲が主題歌で、まあ最終回なのでこのレンズという曲に込めた思いもね、ちょっと喋ろうかなと思うんですけど、なんかまずこの今回の主題歌の話いただいて、ですごいすごくなんて言うんだろう、立場とか特にこの、物語というか、ドラマがそのいろんな立場の人がこう誰かをどんどん思いを募らせていくんだけれども、簡単にはこう結ばれることはできなくて、でいろんなことにこう板挟みになりながらも、でも大切な思いはずっと胸に灯していて、それはどうしたらいいんだろうって思いつつ、やっぱりでもその気持ちを伝えたかったり、一緒にいたい、一緒に過ごしたいって気持ちがあったりっていう、なんかとにかくなんかいろんなこう自分と相手のことを阻むものがあったとしても、思いをこう大切、誰かをなんていうのかな、大切に思う気持ちっていうのはすごくこうなんだろう、ピュアな思いだなって思っていて、でそういうまあドラマーになりますっていうふうにお聞きしていたので、改めてすごく大切な人を思う気持ちっていうのはどういうところからこう自分だったらこうふわっと湧き上がってくるかなっていうふうに思った時に、なんかこう自分の身の回りのものを探していて、あ私は結構写真を撮るなって、その携帯であったり、私はフィルムカメラもやってるんだけど、写真を撮って、その普段のこう日常っていうのは本当にもう映像じゃない、ほとんど映像っていうかこの目で見てるこう動きのあるもので、それを記録しておくことって、記録しておくことってなかなか難しいじゃない、何かこう動画を撮ったり写真を撮ったりすることでしか、その過去をまた思い出すことってなかなか難しいから、ってなった時にやっぱりそう写真とか映像に残っている大切な人との時間っていうのはすごく自分の中で大きいなって思って、でだからそんなことを題材に曲を書いたら、きっとみんなの日常にもすごく近いだろうし、この曲、そうやって出てきた曲を聴いた時になんかまた大切な人を思えるような曲になるんじゃないかなと思って、こういう曲にしようと思ってで書きましたね。まあそうだな、うん、やっぱりなんか自分がこうカメラを構えた時とか、あとはこう不意に撮った写真を後で見返した時に、ハッと、あ私は気づかないうちに写真を撮る瞬間に大切な人をレンズの真ん中に映していたり、あとは勝手にピント合わせてしまっているなってこう思う瞬間があったりしたので、なんだろうな、なんかそれって結構無意識の出来事というか、やっぱりそれって恋をしていたり、大切な人を大切に思った瞬間に自然と自分がしてしまう行動であったりすると思うから、なんかそういう瞬間を歌にできたらいいなと思ってそれで書きました。ちょっと全然まとまってなかったらごめんなさい。そうですね、だからこのレンズというのはカメラの、このカメラのレンズっていう意味もあるけれども、あるし、この瞳の、みんなが持っている瞳のレンズっていう意味もあるので、まあそういうところも踏まえて聞いてもらえたらなって思います。ギターを久しぶりに弾くので緊張しております。毎回久しぶりって言って言い訳言ってるような気もするけれども、はい、ではレンズという曲を聴いてください。一人歩く帰り道の途中、イヤホンから伝う
この歌は二人だけの夕映えにあなたが教えてくれた小さな幸せ見返す写真には少し見切れた後ろ姿のあなたが映ってる かざしたレンズのその先にただあなたがそこにいれば華やいで心がここにあって未だに私を離さない一人きりのまだ少しいるベッドで何度も寝返りを打つ二人はいつ同じだけの思い一つの写真に重ねれるの隣にいれば暖かい心も夜が来るたびまた覚めてゆくの私の瞳もいつからかただ一人あなただけにどんなに遠く小さく片隅でもピンと合わせてしまうだらしなく揺れる背中さえも振り向いて見せる笑顔も一つもこぼさずに焼き付けて下レンズの真ん中にただあなたを映していたいおぼつかない手つきでも精一杯その姿いつか二人寄り添い笑う日々がアルバムを彩れるように はい、レンズという曲でした。ありがとうございます。わー緊張した。ギター間違えるかと思った。歌詞も間違えるかと思った。という曲になっております。で、この後ね、10時からあと10分後、最終回なので、みんなでドラマ見て、最終回のみんなの決意に浸って、最後にレンズ流れたらそれ聞いてみんなで泣いて、で私あんなこと言ってたな、インスタライブってみんなは思い出しながらもう一回泣いて、で最後にドラマ終わった後は配信の、出してるレンズ聞いてもう一回泣いて、で最後に MV 見て泣こうね、そのスケジュールで行こうみんなでというような感じです。いかがでしたでしょうか。いやフルで歌ったのちょっと久しぶりだな。ファーストテイクぶりとかかもしれない。うん、いやなんかやっぱり改めてね、今こうやって歌詞を見ながら歌ってたんだけど、改めて見てやっぱちょっと
自分で書いた詩ではあるけれども、ドラマの今の内容と重なってちょっとグッときてきながら、自分もちょっと高ぶりながら歌いました。うん、やっぱ自分が瞳の真ん中に映す人がこう必ずしもその相手は自分を真ん中に映してくれてるとは限らないじゃない。だからね、こう切ない悲しい部分もありつつ、でもそうやって自分がこう写したり写真に収めたり、とにかくこう思ったりすることっていうことは、その時間っていうのは幸せな気持ちだよなって私は思うんですね。うん、誰かを思えることってすごく幸せなことだなって私は思うので、うん、辛いこともあるけれども、なのでなんか、まあ、これはまあスパークの時もにも言ったんだけれども、なんか人を好きになることをこう、なんだろうな、幸せに全て思うことはできないかもしれないけれども、時間が経って全てのことがなんか、あ、自分にとって意味があるものだったなって思えるような恋であったらいいなって思います。はい、そんな語りをしてしまうリラネでした。でもみんなが、あの、私が一番最初にこの毎週恒例 の、 あのインスタライブ始めた時に、ちょっとリラちゃんとかイクラちゃんって呼ばれること多いけど、実はちょっとリラさんとかリラネとか呼ばれたいんだよねって軽く言ったら、あのみんながそれから結構リラネとかリラさんとか言ってくれるようになって、ちょっと嬉しくなって舞い上がっております。はい、ちょっとどんどんね、あの大人っぽくなっていけるように、そちらの方も頑張っていきます。私は、はい、全然関係ないことを話したわ最後に。ね、なんかこれ食べたかったんだけど、食べようかな、ちょっと。じゃあなんか一回ギター置いて、こっから先はみんなの恋バナとかを聞きながら、ご飯を食べながら、どっちにしよう、ね、どっちがいいと思う、一緒かな、これ一緒、ちょっと違うかな、大きい方食べちゃう、okay。 みんなも今から、あと5分ぐらいは、なんかお菓子とか一緒に食べよう、お菓子とか一緒に食べてゆるい感じの雑談にしようね。だってそろそろちょっと1時間のドラマに向けてお手洗い行く人とか見るでしょ。いただきます。パウンドケーキだ、めっちゃ買ってすぎるよね、こんな急に食べ始めて。いただきます。おいしい、元気出た、すごい。じゃあ答えていくね。ちょっとお行儀悪いかしら、食べながら食べて、いきます。ね、めっちゃここだけの話していい？こんな1万人見てるけど、ここだけの話、最近めげずにまたツイッターの公式マーク申請しました。実はなんかちょっと1週間後か2週間後ぐらい、ちょっとみんな祈ってお願い、ちょっと次はでもね、いける気がするんだよね。そろそろ生田リラホームページができたので、うん、そうだ、生田リラホームページができました。ぜひ、あの、何でもわからないことあったらそこ見てくれたらわかるので見てください。うん、そうだから、ちょっと公式マークがついたその日には焼肉行きます。うん、美味しいもの食べて、みんなも焼肉行く日にしよう、その日は一緒に焼肉食べよう、その日はっていう感じ。あと3分ぐらい、あお、うん、あと何答えようかしら。どうやったら街で夜遊びに会えますか。会おうと思えば、会おうと思えば、あのね、会おうと思えばじゃない、ごめん、なんでもない、ね、そうじゃなくて、ふとした時に夜遊びは現れるの。あなたがもう予期もしてない瞬間に急にお店とかで隣の席座ってきたりするから、うん、大丈夫、その時は来るから。あの、だからね、行っちゃいけないの、追いかけちゃいけないの、来るから夜遊びの方から。
いつか、なんか待ってて。何言ってんだ私。あ、みんな夜ご飯何食べたの？私は今これを食べてます。じゃ最後にします、次の質問で。いいかな。やばい、こんなことしてる間に時間が過ぎていっちゃうね。この前のストーリーの念願の夢が叶ったってやつがめちゃめちゃ気になります。いやー、これ来月ぐらいに分かりますのでちょっと楽しみにしててください。もう私の小さい頃からの夢、生まれ変わったら、あー、これ以上言うな、夢この手つきうざうちのね、全然関係ないんだけど、私のお母さん手振るとき普通みんなこうやって手振るじゃない、だけどうちのお母さんこうやって手振るのこうやって手振るから、いつもあのお友達に高速の方ですかってこう突っ込まれてた。高速の方ってこうこうやってやるじゃないね、あの窓からこうね、優雅に押してあがる。私もこうやって手振るから、みんなにファン、あ、ファンイベントとかの時こうやって登場しようかな、こうやってアンミカって言われたんだけど、私喋り方アンミカさんに似てる、めっちゃ好きだから嬉しい。あ、57分だというわけで、じゃあそろそろこちらもあの後で食べるんですが、今日はちょっと最終回なので、いつも58分までだけど57分で終わりにしたいと思います。みんな準備して、この後最終回一緒に見ようね。それでみんなで号泣して、レンズ聞いて、寝ましょう。というわけで、あ、58分になっちゃった。毎週見てくれて本当にありがとうございます。レンズという曲はこれからも、残っていきますので、あのいっぱい聴いてもらえたら嬉しいですし、これからも生田リラの曲をたくさん、書いて、いっぱい頑張って書いていきますので、これからも聴いてもらえたら嬉しいなと思います。また近々あのインスタライブができるように頑張って、あのスケジュール調整できたらいいなと思ってるんで、その時はまた来てください。というわけで、じゃあみんなありがとうね。この後一緒に見ようね。バイバーイ。